やる気を出してしまったか。もうお前は死んでいい。こっからまた太矢を浴びせる。ほら、うわ、やばいやばいやばい、不幸なことが起こる前に。俺がせめてもの安らぎを与えてやる。これはちょっとまずい。結構警戒だね。装備が警戒だからな。死んだ、死んだか。人の手で葬られた方が幸せなんだお前は。いや結局亡者になっても変わんねえじゃん。戦争るだけこいつに人間性はないのか。そうか。じゃあちょっとまた千の古城へ行くので、アンドレイのところまで行きましょう。と思ったらこいつはもう一人になってんだ。ちょっと一回話すか。あなたでしたか。お嬢様とはぐれてしまった。見つかりません。私が命をかけてお守りすると誓っていた。お前はそのままもう一生お嬢様の姿を見ることはない。さらばだ。あ、待って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 、それはめんどくさい、それはめんどくさいだろう。いや何やってんだこいつここからソウルの矢を連打して終わりにする。これが貴様の報いだ。お前も戦しか持ってないのか。ただ人間性持ってんね。よし、糧になってもらおう。じゃあまた向かいますか。はい、それではダークソウル千の古城ですね、やっていきたいと思います。まあ、その前にちょっと武器が、強化されて、居合刀プラス5、ウィングドスピアプラス7、ファリスの黒弓プラス5になってます。であとは大足の盾も、プラス5にしましたと。でここに封印のね、尺状があるんですけれども、魔法修正が184で、魔術師の杖が魔法修正198なんで、まあ単純に魔法の威力だったら魔術師の杖が強いので、こっちを使っていきたいと思います。じゃあ千の古城ですね、やっていきましょう。あ、ジークマイヤーとか話してなかったけど、まあいいか別に。で敵はやっぱり倒しながら進んでいきたいよね。あ、ちなみにね、見た目わかんないけど今ゾンビです。あの霊のところでソウル稼ぎしてたら侵入されて普通に殺されました。で一旦おびき寄せて、あ、痛い来たらこれ踏んで一発も当たんない。一発当たったか。あとはまたこのソウルの矢がどんだけ当たる。いや微妙といえば微妙だけど、詰まってるから攻撃を振って、はまかんねえし、ほいほいと、ゲゲゲゲ、縦にしよう、縦チクリック。うわ39とか、こいつら硬いんだよね正直。ソウルの矢何本使うんだよ。倒した、飲もう。まあ、回復したいという気持ちはあるけど、このまま進んでいきましょう。でも本当こいつは邪魔なんだけど、張り付いてて。で、アイテムは取って勇者のソウル。あとここどうするかだよね。これを、まあ、普通に進んでいきながら魔法食らうからね。危ない危ない危ない。一応立て受けをしつつ横を抜ける。でここで追っかけてくるから勝負かけよう。引っかかんねえかな。引っかかない、引っかかんねえか。あ、引っかかった死んだね。よし OK。 死んではないか。おお、怖え怖え怖え。いやー大足だとちょっときついか。でこいつはこの罠を作動させて倒すと。
さよなら。あとここ雷のスピアがあるんだよね。あ、大賭け、いいね。こいつもな、倒せるといえば倒せる。あ、来た。お前なんかそうだよね、引かれろ。ここで盾構えてよ。次次、来い来い来い。来ない引かれてったか。大してダメージにはならないな。でよし、上に登って、ちょっとアイテムは取りましょう。でこいつも引かれて、あ、引かれてない、引かれてはないか。あ、ちょうどあれなんだな、あとは引かれないかな。来た、バカめでこれは一旦こっちの中に入って、宝箱があるんで回収しましょう。鉄かご、まあ防御力アップですね。今ちょっと指輪に余裕がないんで、これはここら辺から、ゲーお前こんなとこにいたんかい。なんて、うまいや、お前は座ったままなんだ。上にねアイテムがあるんですけど、ちょっと失敗したな。あれ、あいつも敵なんでさ、ジークマイヤーシカトされてんの。太矢使おう。一発じゃないんだ、チクッと。うん、ウームじゃねえよ本当にこいつ。まあいいや、ショーテルがあってね、まあそれを取るべきか取らないべきか、まあ、いらないといえばいらないんだけどね。あそこに光ってるやつ、この死体軽すぎでしょ。こんなさ、ポテン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 で、どっから飛び降りればいいんだ。普通にここでいいのかな。ほいっと、で焦点、これは盾を貫通できる武器ですね。使ったことないけど、どういうあれが必要なんだ。焦点、一応技量系か、そんなに強くはない。完全にクロートの人はね、脳筋ではなく技量系を好むみたいですけど、やっぱ脳筋はね割と初心者向けの捨て振りですよね。単純にパワーで押し切れるし、防御力も強くなるんで、やりやすいはやりやすい。ちょっと危なかった今。でこっちに来るから、いるんだよな、いるね。こいつは倒しておきたい。ほい、狭いけど、よし2発。うお、危ない危ない。あとまたここか、ここもね、ここいったちょっと出すぎた。ステップでねすぐ後ろに行けるみたいなんですけど、その技術は俺にはないんで、順路通り行きましょう。この岩を持っていって、まあ、あんまり早く行きすぎず、で溜まるのを待って向こう側に行きます。その間にこれを取っとくか。でここは、まあ、1周目やった通りミミックなんで、ちょっと待ってね、ロイド、これを装備しましょう。ロイドを装備して、ポイッとパカーッと開くんで気持ち悪いな本当に雷のスピアゲット、どっちがいいんだろうな。
プラナナまで鍛えてるからね。ウィングドスピアと雷、あ、全然雷の方がいいわ。攻撃力自体はウィングドスピアの方が若干強いけど、雷補正があるからね。これは雷でいきますか。使い慣れてるからね。そろそろ溜まってる？あ、溜まってるじゃん。ちょっと一回安全を確認してからあれを取りに行きましょう。よいしょ。貪欲な金、貪欲な金もな、装備する余裕がない。デミミックはちょっと面倒くさいから無視します。でそのまま進んでいきましょう。で、置いてそのまま上かな。で、ここ結局なんか1周目も開けられなかったよね。こちらからは開かない、なんかのショートカットなんだろうな。上に行ってこれを変えよう。横追い線どっちにやればいいんだろう。もう一回やっとく。ビッグハットローガンを助けたいんですよね。ここにどっち行くんだ。あっちか。ちょっとこっちに行ってみよう。あ、ここはあれか、さっきのとこか。だからこのまま戻って戻りのして、でここが開いてれば文句はない。開いてるね。あいつどうやって来たんだ。まあいいや、雷スピアの威力をちょっとって言うてもね、まあこんくらいか。あ、弾かれた。まあ、クラゴではあるけど、さすがに強引に行くか。よし。あ、しまった、ロイド投げちった。で、ここが空いてるんで行きましょう。で、万能鍵で開けられるんで、ここはもう万能鍵で開けちゃいます。ビッグハットローガン。これでさらに魔法が買えるようになりますね。あとあそこも開けて、ここはこれだけだったよね。あ、絶景が見れるだけなんで万能鍵使って、よし、英雄のソウル。じゃあ先へ進んでいきましょう。アノールロンド行く前に一回祭事場に帰って魔法買いますか。でこっち行って、今あの鉄球ってどこにあるんだ、わからんな。このまま進んで、少なくともこっちはいけるよね。こっちから来たんだから。あっちってどっち、まっか、よくわかんないから。順路先へ進みましょう。どこだ、ここだ。で罠は通り抜けられるんだけど、俺にはその技術はないんで、一回発動させて逃げると。でそこから、ここは、あ、これか。ここはもうそのまま大したことないよね。突っ切ればいけるはずなんで OK。 でこっちに敵がいるんで、ちょっとこれは魔法でいこう。魔法の方が全然強い。2発でほぐれる。でさらに、こっちも敵がいるっけ。アイテムがあるんで倒しましょう。ソウルの太矢、強いソウルの太矢は無理。よし、強いとソウルの矢の1発ずつでちょうどいい感じだね。ただそんなに器用なことをしている余裕はないから、今ちょっと節約でソウルの矢にしてますけど。
ほい。いて。ほい。さすがに魔法防御力が高い。ソウルの矢はただ連発ができるからね。で、ここ鬼門だったね。一回すげえハマったからな。ただ今、あれ？いなくなってる。なんでだ？やった！超めんどくさかったのに、あそこ。で、ここも走っていければ問題あったー。死んだー、マジかよし、とりあえず抜けましたね、ここは。もう一回ロストしちゃったけど、しょうがない、それは。ほんと、千の古城は結構嫌い。罠が多いんでね。で、とりあえず、かがり火をちょっと、やりたいね。ここ来るんだっけ？ドッカーンって。どこまで来るんだ？わかんねえや。忘れちゃった。台掛け。台掛けが結構増えてる。あ、ここ、ここ、ここ。おお、終わった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 。取って。よし、ここだね。飛び降りて。で、なんとか。なんとかかがり火ゲット。完全に死んでるんでね。あれ、なんか誰か倒した。もうゾンビ状態なんですけど、あれどうやって行くんだっけ。これ降りて、あ、行けなくね。あれ、こっから降りんの。あ、そうだっけ。あ、そうだそうだ。あの巨人をどうするかだよな。こっち行くと一応アイテムが取れるけど、あ、取っとく、せっかくだし。落ちるとね、確実にここ通る羽目になるんだけど。またバルデルの騎士か。ちょっと段差があると本当に当たんないな。で、何があるっけ、この先か。ちょっと待って、生きて、当たった。強靭がないとやっぱちょっと辛いよね。ご了承、ここは、まあ、盾構えててもね、結構魔法は通るから。で、宝箱、これミミックじゃないよね、どう考えても。あ、炎か、炎耐性。もうちょっとね、指輪いっぱいつけられればいいんだけど、ダークソウル2とかになるとなんか4種類くらいつけられた気がするんですけど、1はね、2種類しかつけられないんで。で、さらに超愛とカゴを1個装備しちゃうとね、あと1枠しかないっていうところが結構きついかな。で、これはどんどん上に行きましょう。巨人とかリカールの試験も取りに行く、どうせだし。これはあれだね、なんだっけ、国鉄兵。盾は構えてるけど、まあ、60、それなりか。ソウルの二重を一回ぶっ放そう。90、いいね。あ、去っていった。無駄よ。ああ、危ねえ。さて、こっから降りて、向こう岸へ行きましょう。あれ、やっぱ今弓？何こいつ、かわしてくれ、魔法を的確にかわしてくれ。しかし、この角度であれば俺の勝ちだ。飲んどこう。4000か、まあまあだね。リカールの試験で、さらにこっち行くと何があったっけ。これミミックとかいたっけ。大丈夫だね、動いてないね。最近ミミックちょっと出てくるからな。だからこの様子を見て、こうパカ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 してたらミミック。
尊い犠牲の指輪、あ、ここで手に入るんだ。これはね、白竜シース編で1個使うんで取っておきましょう。一応ここら辺から結構こういうのも全部あれ作ってるんだよね。すごいよね。どれくらい時間かかるんだろうこの作品。だって地図とかすごいよね。こういうのとかさ作るの、ゲームプログラマーっていう人。いやでもパソコンとかでやればさ結構簡単にできたりするのかな。まあ、その分ね、なんか意図してなかった、行けなかったところに行けるバグが見つかっちゃったりするんですけども、それはしょうがないよね。墓王の眷属は破れ、これ何なの。よくあるけど、大丈夫、一回あっち行く。ほい、 OK。 待て、二段通りにするとすげえ落ちそうになるからな。でタルカス、なんか買えるものある？うーん、緑化層が2つか。あ、台掛けここで売ってるんだ。4000円するんだね。めっちゃ高えな。あれ、かけら1000円もしたっけ？アンドレンとか800円だった気がするんだけど。人によって違うのか。グレソとかもね、納金には強いんだけど、ちょっと俺には必要ない。これも重いからな。鋼鉄とか。魔法耐性の防御力が上がるとか。こいつはいいや。何もない。そう。さて鍵を取りに行きましょう。下まで降りて、あとはまた上まで行って、とりあえずショートカットは開通させたいよね。こっち倒してきたか。使おう、強い装備。太矢、ほら縦ガードでも行って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 、よし、 OK。お、かけら、なんかあるんだっけ、なんだっけ、なんもねえし、この先悲しみあり。つまりなんもないってことでしょ。なんか一周目をそんなことやった気がすんな。まあ、敵は排除しておくことに越したことない。よし、ここはカゴロを使って乗って、乗らないとね下に降りないんで。これあとね、この下もね結局来た、クラフンかい。エスト使おう。まあ、デーモンとかいっぱいいてアイテム稼ぎにはなるんだけど、ちょっと今はまだいかない。エスト瓶がなくなってしまったな。エストなしで攻略か。それはちょっときついんじゃないか。まずはこいつを倒す。あれ、いない。なんでこんなとこにいんの。上の奴隷兵倒しますか。いてもめんどくさいんでね。でこいつは疲れた時が勝負。ちょ待って、何が何だか分かんねえ。強いソウルの人や。ちょっともう使っちゃった。
っから狙えないかな、ソウルの矢とかで。足とかに当たってない？そんな甘くない。どうだ、いって倒した倒したは倒したけどさ、よし塊、この体力量だとどう考えても無理だよね。一発食らったら死ぬもん。機関のコッペンで戻る、まあ、機関のコッペン自体はいっぱいあるからね。ちょっと一回戻りましょう。人間性で回復とかねありだけど、上級者は全然ありだよね。ただ俺みたいな初心者は人間性使ったところで死ぬだけだから。よし、じゃあ行きましょう。サクッと降りて、で今生身には戻ってないんで、まあ、1回目はタルカス呼ばないで普通に行きますか。一応ね、技量の高さを生かしてアリスの弓とかもあるっちゃあるんだけど、ここ狙われるんだよねあ、1万5000あるんだったらレベル1上げられたな多分。まあいいか。どんどん進んでいきましょう。まあただね、1周目に比べれば超速い進みが、ここ1周目多分3、4時間かかってるからね。動画の長さとしては多分1時間くらいに収まってるけど、実際そういうわけにはいかないからほい。で強いソウルの矢でいくか。間合いを取りつつ、まずはここで衝撃波をやりきる。でここから強いソウルの矢を打ちつつの距離を取って、よし逃げる。でまたちょっとずつ距離を取って、またちょっと上でいくかな。もう向こうに行けばな、勝てそうな気がするんだけどな。また下くぐろう。よし、これはちょっと装備の人や打てんじゃないか。263、どうなの。一回強いソウルの蓋を打とう。で、ただ一発食らうとマジきつい。よし、お、つかまれたのか。いって、結構いいとこまで行ったんだけどな。最初にソウルの蓋を 2,3 発ぶっ放すか、余裕があるときに。よし、それで行こう。一発食らってしまった。よし、ロックオンしたらソウルの太屋、これで行く。まずやり過ごす。でここからも狙えるからね。どうだ、2発くらいいけるか。もう1発いきたいな、欲張ろう。よし、でちょっと逃げる。お、いいね。こういう隙のある時は割と助かる。お、つかみ、あとは手数。また下をくぐる。ちょっと待って、だったらまた連射。もう2発か、いけんな。下がって撃つ。 OK、 間合いを取りながら戦えるのは本当でかい。アイアンゴーレムの核で、これも回収しておきましょう。4万ソウルで、これはちょっとアノールロンドの、いや待て、このソウル一回帰って
魔法を買おう。ちょっとめんどくさいけど、ソウルが大量にあるんで、かえって魔法を買います。というわけで、戻れるか？あ、戻れるか。ショートカット開通してるからね。よし、ちょっとビッグハットローガンのところに行きます。そういや、こいつもいたね。ノー。呪術の日。一応呪術の日もらったけど、特に今回呪術を使う予定はないので、さよなら。クラーナちゃんも出現させなくていいよね。で、師匠が帰ってきましたと。一応これ全部買うとこいつ旅立つんだっけ。2万、ちょっと待って、2万は高いよな。ビッグハットローガン、魔術買う。おお、強いソウルの矢6000円。追尾するソウルの塊が2万。ソウルの槍とかっけ、全然足んねえんだけど。ソウルの槍か、いくつげ、36も必要なの。ちょっとそれは無理だな。今これ18か。ちょっとこれ買おう、2万円。あとはここら辺のやつ買うか。これも買って、まあ、これも買っとこう、安いから。あと2万円ちょうど残ってんね。で、アイテム買っときましょう。これ300円、減ったな。よし、これで終わり。君の役に立ててくれよ。 OK。魔法をちょっと変えます。1回と外すと、これ普通に外せないのかな。外せる外せる。強いソウルの矢だな。強いソウルの矢を2つ、これかセットしよう。で、強いソウルの太矢と追尾するソウルの塊、そうすると記憶揃ってもう1個欲しいね。追尾するソウルの塊、これって履力によって数が変わるんだっけ。ああ、別に追加されるわけではないね。なくなる？なくなりはしないまあいいか。じゃあちょっとアノールロンド、行くところはあれだよな、不思議やっときますか、あの裏でちょっとこれがあるから一回不思議に行きましょう。